E257 系電車は東日本旅客鉄道の直流特急系電車。JR 東日本が日本国有鉄道から引き継いだ直流用特急系電車や波動輸送用に転用されていた直流用急行系電車の置き換えのために2001年より投入した新世代の特急系電車である。最初に登場した令和台の開発コンセプトはシンプルさの中のくつろぎであり、車体傾斜などによる速達性の向上よりは特急列車に求められる基本的な快適性の向上に主眼が置かれている。JR が独自に設計、製造した特急系車両では初めて製造両数が200両を超え246両に達し、2011年4月1日時点では JR 西日本683系電車に次ぐ製造数であり、2015年度に683系2000番台のほとんどが289系への改造、2両の廃車が生じた後、2018年現在、JR グループの特急型では単独の系列として最大のグループとなっている。車両デザインは GK インダストリアルデザインが担当した。第45回鉄道友の会ブルーリボン賞受賞。本項では共通部分を中心に記述し、各番台固有の構造については後述する。車体は E653 系や E751 系を基本としたアルミ合金製ダブルスキン構造を採用している。0番台は大糸線での運転を、500番台は臨時列車での降雪線区の運転をそれぞれ考慮して対貫対接構造としている。前面形状は高運転台非貫通構造の E653 系や E751 系とは異なり、E231 系に似た切り妻に近い形となった。衝撃吸収構造を有する。0番台には非貫通構造と貫通構造と簡易構造があり、付属編成の簡易運転台を装備した雲派 E257 型0番台にはワンタッチホロ装置が備えられている。500番台は分割、併合運転を行うため先頭車は貫通構造のみで、クハ E257 型500番台にはワンタッチホロ装置が備えられている。前照灯はシールドビームとプロジェクター式ディスチャージヘッドランプを併用している。また上部に補助灯も装備している。尾灯は LED 式である。前面に LED 式の種別、愛称表示器を備えている。形状は非貫通構造の先頭車は横長、貫通先頭車ではほぼ正方形となる。側面行き先表示器も LED 式である。乗降用のドアはクハ E257 型は片側2カ所、サロハ E257 型のみ中央より1カ所で、それ以外は片側1カ所設置されている。客室側窓は座席2列分で E653 系や E751 系と共通である。窓ガラスは紫外線カット機能付きの複層ガラスである。低重心化のために空調装置はすべて床下に搭載し、屋根上はパンタグラフ以外の重量物は搭載していないため、平坦である。後に0番台の全編成と500番台ともに、改良型のスカートの取り付けが実施されている。制御伝送システムには E231 系で採用された TIMS を特急型車両としては初めて搭載している。0番台の主回路は、日立製作所製。イベット素子 VVVF インバータ装置を搭載し、500番台は、モハ E257 型1500番台が、三菱電機製 IPM を、モハ E257 型500番台が、日立製作所製、イベット素子 VVVF インバータ装置をそれぞれ搭載して、ジレ論の低減が図られている。モハ E257 型 0.100500 番台は、インバータ装置2群を搭載しても、ハ E256 型と合わせて8台の主電動機を、雲ハ E257 型、モハ E257 型 1000.1500 番台は、インバータ装置1群を搭載して自社のみ4台の主電動機を制御する。主電動機は、出力 145kW のカゴ形3床、誘導電動機 MT72A 型。MT72 バイト型を搭載する。起動加速度は0番台、500番台とも時速 2.0km/s となっている。ブレーキシステムは快晴、発電ブレンディングブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキを装備する。付随車の基礎ブレーキ装置はディスクブレーキを装備する。TIMS によって適切なブレーキ力を与える。なお、発電ブレーキを搭載した理由は、列車密度の低い路線では快晴執行の頻度が高く、空気ブレーキの動作するケースが多いことに基づく。発電ブレーキシステムには、ブレーキチョッパーを搭載しており、環境への配慮が図られている。台車は、ボルスタレス式。陽段波、軸、バネオイル段波付きで、車輪径は 860mm。E653 系や E751 系と基本的には同じものである。パンタグラフは低断面トンネル対応のシングルアーム式 PS36 系、PS37 型を採用する。PS36 型と PS37 型は取り付け、互換性を有している。警笛は、オータムウィンターに軽空気笛とミュージックホーン、電子ホーンを併用する。普通車の座席は前後間隔 960mm の座面スライド機構付きリクライニングシートである。座席の回転は手動式。座席背面にテーブル、カップホルダー、網ポケットのマガジンラックを装備する。車椅子対応座席は車椅子から移乗しやすいように座席は通路側回転としている。0番台にはクリーン車が設定され、座席はシートピッチ 1160mm、横4列配置のリクライニングシートで、フットレスト、可動式枕、座席背面にテーブルを装備する。E351 系で設置されていたシートヒーターは装備されていない。0番台基本編成の8号車であるサロハイ257型の下り方の搬出が当てられる。なおグリーン車の床面は絨毯張りである。車内は FRP やカラーパネルシートを多用している。デッキ、客室間の仕切り扉は無駄な開閉を防止するため、タッチスイッチ式となっている。E351 系にあった大型の荷物置き場は、本系列では設置されていない。LED 式車内案内表示器を客室前後、端部に備える。床材は、ゴム製のシートを挟むことで振動を軽減している。照明はグリーン車、普通車ともに間接式である。トイレの処理方式は洋式、男性用小便器ともに真空式で周期を軽減しており、前期したようにサハイ 257 型、モハイ 257 型1500番台は車椅子対応である。車椅子対応トイレは入り口幅や室内寸法を拡大し、入り口扉は押しボタン式の自動ドアとなっている。活性炭方式の脱臭機能空気、清浄機付き空調装置のエアダクトは荷物棚と一体化しており、荷物棚の先端と下から吹き出す仕組みである。乗降用ドアは徐々に強く閉まる方式を特急型で初めて採用し、手を挟んだ場合の安全性を向上している。また、視覚障害者対応として開閉時に女性の声でドアが開きます。ドアが閉まりますとアナウンスするシステムを搭載する。運転台の主幹制御機は左手操作のワンハンドル式を採用する。運転台には通常の TIMS 用のモニタのほか、運転時刻表のみを表示する小型モニタも併設されている。E217 系や E231 系、近郊タイプに準じて、踏切事故対策として前後のスペースを広く確保したレイアウトとなっている。貫通、非貫通構造車ともに運転席とデッキはガラスで仕切られているため、デッキから前方の景色を楽しむことができる。それを考慮して助手席部分の高さは運転席よりも若干低くしてある。また、子供でも景色を楽しむことができるように運転室背面に踏み台として使えるパイプを設置している。運転室の背面仕切りカーテンは電動式である。助手席側の小窓にはカーテンは設置されておらず、夜間、トンネル内でもデッキから前方が見通せる。0番台と500番台は新造車、2000番台と2500番台は、それぞれ0番台と500番台からの改造車となっている。特急、開示2017年6月5日、中央本線で使われていた 183.189 系の老朽化による置き換えを目的として、日立製作所、近畿車両、東急車両製造の3社で製造された。2001年12月1日のダイヤ改正より、基本、付属各3編成が中央本線の特急、あずさ3往復で運用を開始、翌2002年3月23日には、基本編成5本が投入され新たに特急、開示5往復を7月1日には基本編成5本、付属編成1本が投入され、残る4往復を、そして12月1日のダイヤ改正で基本編成3本、付属編成1本が投入され、残った特急、あずさを置き換え、1年間で183系、189系を置き換えた。また、同年7月1日より、中央ライナー、青梅ライナーにも充当されるようになった。2018年10月1日時点では、松本車両センターに、基本編成9両編成16本と付属編成2両、編成5本の計154両が在籍していた。指定保全以上の検査は、長野総合車両センターが担当していた。E353系の増備に伴い徐々に運用を、減らしていき、2019年3月15日をもって、中央本線の定期特急列車運用から離脱した。2021年4月1日現在、基本編成9両編成3本が、松本車両センターに配置されている。付属編成2両編成5本に関しては、定期運用離脱後も長野総合車両センターにて、留置されていたが、2020年6月15日付で、本系列発の廃車となり、同年9月までに全編成が解体された。構成編成は、基本編成が MT 肥後 M4T の9両編成、増結用の付属編成が MT 肥 1M1T の2両編成であった。松本駅における増、解決作業の関係上付属編成が、新宿、東京方に連結されており、号車番号は付属編成が 1.2 号車。基本編成が3から11号車となっていた。基本編成のみの9両編成で運転する場合でも、号車番号の表示は変更されず、3から11号車の9両による運転として案内、表示された。これは、編成両数に関わらず、自由席車両とグリーン車の号車番号を統一するための措置であった。グリーン車は、基本編成の8号車に連結され、普通車との搬出構造となっていた。外観、ふるさとのぬくもり、巡りゆく、ふるさとの四季をデザインコンセプトとしていた。外観は、アルプスの山々や、リンゴの花をイメージさせる白を基調としており、車体側面に四季の彩りを表す、武田美酒を模した大きなひし形模様が描かれた。両系模様は桃色、碧色、黄色、青紫、銀色、からなり、その配色は似ているものもあるが、号車ごとに異なっていた。客用、ドア横の号車番号表示には、沿線の風物のイラストが号車ごとに描かれていた。室内においても、デザインコンセプトに基づき、普通席、グリーン席ともに、座席の柄に武田美酒を模したひし形のパターンが用いられていた。普通車は明るく軽快なイメージで、カジュアルで楽しい雰囲気を志向していた。2棚上の小天井部は、奇数号車がピンク、玉数号車がエメラルドグリーンとされた。グリーン車は、木目調の内装材やカーペットを用いることで、落ち着いた雰囲気が志向されていた。モハイ E257 型100番台の新宿本社端部には喫煙用フリースペースを設けていたが、JR 東日本の特急列車完全禁煙化により、2007年3月18日からは、禁煙のフリースペースとして開放されていた。形式基本編成付属編成編成編成一覧、表特急、我が使用に運用される500番台房総地区各線の特急列車に運用されていた183系、189系の老朽化による置き換えを目的として、幕張電飾に配置され、2004年10月16日のダイヤ改正から営業運転を開始した。ボソエクスプレスの愛称がある。レイバンダイと同様に、日立製作所、近畿車両、東急車両製造の3社で製造された。車両の構造はレイバンダイを基本としているが、一部の車内設備と搭載機器に相違があるために、車両番号を500番台として区分している。MT 比は地下トンネル内の勾配区間の走行を考慮して 3M2T としている。分割、併合での運転を考慮して、東京方及び銚子、安房鴨川方の先頭車の双方とも全面貫通構造を採用している。車内は普通車のみの5両編成であり、グリーン車は連結されていない。また、インテリアも座席の柄が青を基調としたものとなっている。レイバンダイとは VVVF インバータ装置の際からジレノンが異なるが、純電気ブレーキは採用していない。車体色は255系と同様の暴走特急のイメージカラーであるホワイトをベースに、側装架にブルー、客用ドアと正面にイエローを基調に、デザインされている。また、客用扉横に、ボソの B と幕張新都心の直線的で近代的な建築物を模したデザインのロゴマークを配置した。2021年4月1日現在、幕張車両センターに5両編成15本が配置されている。2004年10月16日のダイヤ改正より、さざ波、我が潮に投入され、さらに翌2005年12月10日のダイヤ改正からは、潮祭、あやめにも投入され、房総地区で運用されていた183系、189系をすべて置き換えた。形式編成編成一覧表2000番台による特急、踊り子2500番台による特急、踊り子、東海道線の特急列車に使用されていた185系の老朽化による置き換えとして、レイバンダイ及び500番台に転用改造及び機器更新が施されて誕生したバンダイ区分。レイバンダイの M112 編成が長野総合車両センターにおいて改造され、2019年2月27日付で2000番台な -09 編成として大宮総合車両センターに配置された。その後、同センターに加えて秋田総合車両センター及び総合車両製作所横浜事業所において、順次改造が実施されている。また、500番台 NB-07 編成が、秋田総合車両センターにおいて改造され、2020年7月に2500番台 NC-32 編成として出場した。2021年4月1日現在、基本編成2000番台9両編成13本と、付属編成2500番台5両編成4本の合計137両が大宮総合車両センターに配置されている。レイバンダイでは普通席との搬出構造となっていた搬出グリーン車は2000番台では全室グリーン車となっている。リニューアルにあたり、伊豆の空と海の色をイメージしたペニンシュラブルーを基調としたデザインに変更され、窓側座席には電源コンセント、各座席情報には E657 系と同様の指定席発売状況確認ランプが設置され、な編成は 1.9 号車、NC 編成は 10.14 号車へ荷物置き場が設置された。9両編成編成一覧表5両編成編成一覧表篠ノ井線の快速として運用につくレイバンダイ、あずさ、海事、中央ライナー、青梅ライナーのほか、篠ノ井線、松本信越本線長野間を結ぶ快速列車にも1日1往復充当されていた。過去にはダイヤの乱れや車両故障などの理由により E351 系の代走としてスーパー、あずさの運用に入ったほか、東海道線の湘南ライナー、オハイオライナー新宿、ホームライナー小田原に充当されていた。また修学旅行等の団体専用列車として運用されることもあり、日光線や信越本線黒姫駅まで入線した実績があった。2017年12月23日から E353 系がスーパーあずさで営業運転を開始、2018年3月17日のダイヤ改正より臨時列車を含むスーパーあずさがすべて E353 系に置き換えられ、同年7月1日からあずさ、開示の一部にも9両編成の E353 系7本が投入され、2019年3月16日のダイヤ改正で中央東線の特急用車両は一部の臨時列車を除きすべて E353 系に統一され定期運用を終了した。定期運用終了後は臨時列車用として定期運用時代と同じあずさ、開示などの中央線特急、新宿さざなみ等に使用されており、団体臨時列車用として大宮総合車両センターの185系の置き換えにも使われている。NB-10 編成アクセントカラーは赤、NB-11 編成アクセントカラーはグレー NB-12 編成アクセントカラーは緑房総地区の特急列車のほか、以前は毎運用で早朝の鹿島線の一部普通列車や横須賀線のオハイオライナーズ市、ホームライナーズ市、ホームライナー千葉にも使用されていた。房総特急の運用が少なくなったことに伴い、関東地方を中心とした多くの臨時列車で使用されるようになり、2018年3月17日のダイヤ改正以降は全廃された豊田車両センターの波動用特急車に代わり、5両編成のまま、あずさ、開示の臨時列車や、富士急行線に直通する、ホリデー快速富士山などにも運用されるようになった。なお、豊田車両センターに常駐している富士急行線、直通列車用の3編成は、車体デザインが小変更されており、側窓周りに黒塗装が追加されたほか、客用扉横と正面のロゴが、シリーズ E257 に変更され、NB-10 編成が赤、NB-11 編成がグレー、NB-12 編成が緑のアクセントカラーがそれぞれ入れられている。2020年3月14日、ダイヤ改正で2000番台が185系で運用される特急、踊り子のうち、東京伊豆急下田間 1.5 往復と伊豆急下田池袋間1本と休日はそれに加え、新宿伊豆急下田間1本と伊豆急下田、東京間1本に投入された。なお、本系列の東海道線での運用は前述した例、バンダイ時代の湘南ライナー、オハイオライナー新宿、ホームライナー小田原以来12年ぶりとなる。2021年3月13日ダイヤ改正では2500番台が修善寺駅発着の踊り子に投入され、JR 東海管内及び伊豆箱根鉄道線への乗り入れを開始した。これにより、踊り子運用を当系列で統一するのに加え、湘南ライナーに代わって新たに運転される特急、湘南にも投入された。あずさ、開示での定期運用終了により、余剰となった編成は、順次、踊り子用2000番台へのリニューアル工事が行われ、2021年2月で、M105、M107、M111 編成を除く13編成の改造が完了した。なお、2000番台化改造から除外された3編成の今後については現時点で公式発表はない。2015年3月14日、ダイヤ改正で千葉、房総地区の特急列車が削減されたことに伴い、9編成の余剰車が発生している。余剰車のうち2編成は、ホームライナーに使用され、3編成は富士急直通快速に使用されることになり、後者は幕張車両センター所属のまま、豊田車両センター常駐となった。残りの4編成については、今後の活用は未定とされた。しかし2019年3月16日のダイヤ改正で、ホームライナー千葉が廃止されたため、同列車に使われていた2編成が再度余剰となり、余剰車は、計6編成となった。このうち4編成は、踊り子、湘南へ転用されることが発表され、2021年3月で、すべて2500番台への改造が完了した。なお、再度余剰になった2編成の活用方法は、現時点で明らかにされていない。ありがとうございます。